ですか。セブンス・デイ・アドベンティスト横浜キリスト教会の藤田正隆です。今回のお話はミス・ユニバースです。今から15年ほど前、ミス・ユニバース世界大会で日本代表の森理代さんが優勝されました。美しさの秘訣を問われた森さんはこのようにお答えになります。自分のアイデンティティ、自分が何者であるかを忘れないということです。意味深い言葉だと思いました。聖書の中のイエス様はご自身についてこう語りました。私が自分のことを証ししても、私の証は真実である。それは私がどこから来たのか、またどこへ行くのかを知っているからである。新約聖書、ヨハネによる福音書8章14節からの言葉です。イエス様はご自分がどこから来て、どこへ行くのかを知っている。それがご自分の証だとおっしゃいました。私たちは自分がどこから来て、どこへ行くのかを知っているでしょうか。聖書によれば、人は神様の御形に似せて作られました。互いに愛し合うことが自然であり、喜びでした。私たちはここから来ています。ところが、罪を犯した結果、争いが生まれ、互いに憎しみ合うようになります。そこでイエス・キリストは、私たちの罪をすべて背負って、身代わりの償いを受けてくださいました。その結果、私たちは日ごとに新たにされて、回復への道を歩んでいるのです。そしてもう一度、イエス様がこの地上に来られるとき、一度死んだ者は復活し、生きている者はその場所で、最初に作られた人間へと回復するのです。私たちはここに行きます。これが私たちのアイデンティティ。覚えておきたいものです。最後までメッセージを聞いていただきありがとうございました。皆様の上には神様からの祝福が豊かにありますように。